一回冷静に考える。ああ、それか。しかーそれ何このシステム、すごい。マジでなくない？おはようございます。どうすこちらちょっと受け取ってください。何すか、怖い配ってください。なんか何これ、手紙？はい、マッシュ開けていいですか？開けてください。手紙じゃん。何て書いてあるか読み上げてください。7時ちょうどにいつものスタジオにお越しください。その際ご自身の携帯で自撮りをした状態でお願いいたします。それではスタジオでお待ちしております。はい、ということでお待ちしております。何これ、何鬼って。あ、じゃあお願いしますね。ちょ、本当にざっくり、何だ、何お願いします。待って、ここで。はい、座ってください。何、あそこに。はい、ちょっと待って、何この、誰、何やってるの。そしたら皆さん、こちらの VTR をご覧ください。違います。
ちょっと待って、全然ないよ。どういうの？あった！え？炊飯器だからあった。何番？5番。おい、やばい、なにこのシステム、すごっ。ははは、に貼っちゃった。すごい。あ、そういうこと。なんか、そういう気になりますか。なんか、オープンしたらありますよ。なんか、見えてきた。あ、めんどくせぇ、食器全部見んの、これ。食器がないじゃん、多分。やばい、アピープ。終わりです。みんな席に戻ってやって。席に戻ってください。はい、ま、大丈夫、俺俺と禁止にしか見つけてないから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。非常に残念でした。いや、俺でも開始1分で着きました。素晴らしい。お疲れ様でした。使ったのは2と5。2と5。あ、3を見つけてる。3どこにありました？ウェイジマジで。おー、じゃあ早かったです。俺勝ったじゃん。勝ったじゃん。俺勝ったじゃん。でもね、炊飯ジャーの中に入るんですよ。そう、扉の中なんだね。まず正解発表からいきましょうか。はい、はい、1番が、はい、消火器の上。もう見えてる。ほんとだ。あ、あるわ。うわうわ、で、4番がスタジオの裏、壁の一番奥の木の見えないように隠してるんですよ。6はマジで目の前探してたんですけど、この後ろのカーネーションのボックスの中に入ってます。探したよ。あった。わー、で、俺ここ通ったよ。俺ここ見たよ。で、スカラナなんだ。7は、そのね、マットの下に入ってるクッションの、クッションの中、ウサギのクッションの中に隠して、5分です。で、冒頭ありました罰ゲームに関してですが、はい、うわー